1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。彼らは日本26聖人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか。彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。本当に許されている喜び、愛されている喜びを知っていたことと、永遠があることを知っていた。だから彼らは喜んで十字架を、ね、選べていったということを、ね、ぜひ覚えてほしいです。お祈りします。私たちの命は永遠のものなんですね。私たちはこの世の命はどっちにしても消えていくものでありますよね。それを突き抜いて永遠に向かって進んでいっていただきたいというふうに思うんですね。皆さんが、神様に従って命を失ったとしても、失っているものは何一つありません。さらに永遠に対する移行するだけの話でありますよね。そしてそこで何を見るのかというと、天の栄光を見ていくということを、ね、見るんですね。そしてこの西坂の丘で多くの人たちが何を見たのかというと、殉教者たちの信仰を見たんですが、それを通して天を見ましたよね。それで天の栄光を見ていった。今年も長崎殉教記念盛会が2月5日午後2時から西坂公園で。夜7時から平和会館で持たれます。ぜひお越しください。